中村京平は、福岡県福岡市博多区出身のプロ野球選手。左投げ左だ。妻は元グラビアアイドルの清水優子。福岡県福岡市にて出生。その後神奈川県に移住し、小学校4年時に横浜市のあざみのビーバーズで野球を始める。野球を始めたきっかけは、小学校の時に友達から、練習くればお菓子もらえるよと誘われたこと。 緑、東リトル時代に全国大会に出場。中学では横浜オバボーイズに所属し、投手として活躍。島根県の立正大湘南校に進学。一年がからベンチ入りしたが、肘や膝の故障のため、本格的に投げ始めたのは3年時のみ。3年夏は、梶谷隆行のいた海星高校に敗れ、県八強。 高校3年間で身長が2 2トル伸びた。背が伸びた理由は、煮干しを食べ続けたからとのこと。入学時は、身長1 5 8トルだったが、1 8 0トルを超えるまでになった。富士大学では1年春から、ベンチ入り。3年春の大学選手権、近代戦で2番手として、リリーフ登場にし、全国デビュー。 自身最速更新の時速149メートルを計測し、ほぼストレートのみで3回を無失点に抑える投球で注目された。7月の東北大阪決定戦、東北福祉大戦では最速時速153キロメートルを計測。北東北大学リーグ通算成績は5勝3敗、防御率1.78。大学卒業後の進路はプロ志望だったが、 社会人野球のトヨタ自動車からも内定をもらっており、同社の意向で、ドラフト3位以下なら、入社することになっていた。2010年10月28日のプロ、野球ドラフト会議で広島東洋カープから2位指名を受けた。11月10日に、契約金7000万円、年俸1000万円で、仮契約した。背番号は同年引退した、高橋健の22。 2011年6月26日の中日ドラゴンズ戦でプロ入り初登板、初先発を果たし、5回1、3を無失点に抑えている。その後、2軍では3勝10敗の成績を残すも、1軍では3試合の登板だった。2012年も2軍では3勝3敗の成績を残すも、1軍では8試合の登板に終わっている。2013年は、 開幕一軍入りは、逃すも、4月21日の読売ジャイアンツ戦で2年ぶりの、先発を果たし6回1、3を4失点であった。そして、4月28日の対中日戦で7回を3、安打無失点に抑え、プロ初勝利を記録した。しかし、その後は勝ち星をつかむことなく、シーズンを終えた。2017年、2月1日に、 元グラビアアイドルの清水優子とと、翌2月2日に結婚することが明らかになった。2月2日、清水との婚姻届を提出した。しかし、シーズンでは一軍登板なしに終わり、11月22日に、背番号を64に変更することが、球団から発表された。2019年、開幕を二軍で迎えるが、2018年オフから、 重点的に行っていた上半身のトレーニングが身を結び、直球に磨きがかかり、救援投手として活躍を見せるようになる。これまで活躍していた投手陣の不調も相まって、最終的には43試合に登板して0勝1敗12、ホールド、防御率2.64という過去最高の成績を収め、後半戦はセットアッパーとして起用された。 2020年は、春季キャンプ終盤に、右原直近損傷で離脱したことで出遅れ、シーズン中に故障を再発したことで投球フォームが定まらなくなった。1軍での登板は14試合にとどまった。2021年、前年の故障が大引き9位が戻らず、変化球の請求力も欠いた。2軍公式戦16試合の登板で、 防御率7.32位の成績に終わり、この年は一度も一軍に昇格できないまま、10月14日に、球団より、戦力外通告を受けた。中村の投球フォームスリークォーターから最速156キロメートルのストレートに加え、スライダー、カーブを投げ分ける。打者の内角を突く速球が持ち味で、本人もストレートには強いこだわりを持っている。 セットアッパーとして活躍した2019年は平均時速 150km を投じていた。プロ入り後は請球を重視してセットポジションから投球していたが3年目の2013年からはセットでも請球が悪くなったことからワインドアップでも投げるようになり指のかかりが良いとともに球威が増した。立正大湘南高時代は変化球を主体とした投球スタイルだったが 高校時代に急に身長が伸びすぎたため変化球の請球が定まらなくなった。代わりに球速が向上したため、大学野球ではストレートを主体とした投球をするようになった。憧れの選手は同じサウスポーのチミン,ン。大学時代、新宿、歌舞伎町を歩いていたところ、ホストのスカウトを受けた経験がある。大学2年時に実家のある、 神奈川県に帰省した時のことだという、ありがとうございます。